武田国のは、日本の法学者。専門は、経済法。大阪大学大学院法学研究科教授。国立大学法人大阪大学副理事。公正取引委員会競争政策研究センター。主任研究官。公正取引、協会、横田正敏記念賞。KDDI 総合研究所。ネクストカ o m 情報通信論文賞受賞。兵庫県姫路市生まれ。 兵庫県立姫路東高等学校を経て、1993年、神戸大学法学部卒業。1998年神戸市外、国語大学専任講師。1999年神戸大学大学院、法学研究科博士課程修了、博士。2000年神戸市外国語大学助教授に昇格。2002年大阪大学大学院法学、研究科法学。 政治学専攻助教授。2011年度厚生取引、協会、横田正俊記念賞受賞。2013年大阪大学大学院法学、研究科法学、政治学専攻教授に昇格。同年、第2回 KDDI 総合研究所、ネクストカーム情報通信論文賞受賞。2016年国立大学法人大阪大学、福理寺。この間、 厚生取引委員会競争政策研究センター主任研究官総務省情報通信政策研究所特別研究員経済産業省電力ガス取引監視等委員会の検証に関する専門会合委員日本経済再生本部未来投資会議地方施策協議会委員資源エネルギー庁総合資源エネルギー調査会電力ガス事業分科会電力 ガス基本政策、省委員会ガス事業制度検討ワーキンググループ、委員、日本経済法学会理事なども務めた。ありがとうございます。